EEC ピニエイロスは、ブラジルパラナ州クリチバに、かつて存在した、サッカークラブである。パラナクルーベの、前身クラブの一つ。1914年に、サボイヤ FC1915 年に e c アグア、ベルデがそれぞれ創設された。サボイヤとアグアベルデは1920年に合併し、サボヤア,アグアベルデとなった。サボヤア,アグアベルデは1921年に再び、 サボイア FC、1942年に EC、ブラジル、第二次世界大戦が終わると、再び EC アグアベルデ、最終的に1971年に EC、ピニエイロスに改名した。カンピオナートパラナエンセにおいて、アグアベルデとして1967年、ピニエイロスとして1984年と1987年に優勝した。 セリエ A には1981年と1985年のシーズンに参戦した。1989年12月19日にピニエイロスはコロラド EC と合併してパラナクルーベとなった。ありがとうございます。